SCP-23D 幻覚の見えるコンタクトレンズオブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコルすべての SCP-23D はサイト DE6 にサイト DE7 基準の収容室に収容されます。これは SCP-23DE1 が着用しているものを除きます。SCP-23DE1 は標準的な人型セルに収容され、特別な安全措置を必要としません。説明。SCP-23DE は異常な構造を持つ8組、計16枚、のコンタクトレンズです。SCP-23DE を着用した場合、自動的に失明以外の停止力をできる限り補正します。この時 SCP-23DE の被験者の視力に適応した異常性が現れます。被験者は SCP-23DE 着用時、自身と周囲の人物の肌に約 0.5mm ほどの小さな雲のように見える黒い蓄積を発見できるようになります。被験者のみがこの蓄積を発見できますが、周囲の人々は雲が発見された箇所に特に異常を感じないこと。また、現在までの研究の結果において、これらの雲は SCP-23DE が錯覚させたものと仮定する根拠がないことが明らかになっています。SCP-23DE の分解実験において、意図的に幻覚を見させるであろう構造は発見されませんでした。発見経緯。SCP-23DE の最初の一組はウィーンにて、友人から、新しいレンズを受け取った後の若い女性が運転中の車内でパニックに陥り、受診した病院で、自分を含む周囲すべてに雲がいる、と証言したことがきっかけとなり発見されました。友人である男性はエージェント、シュプレンザーによって追跡、拘束されました。男性は SCP-23DE の開発をしていたと発言しています。男性は9組目とされる SCP-23DE を着用していますが、SCP-23DE の幻覚作用の原因はわからないと発言しています。幻覚の原因が解明されるまで、男性、SCP-23DE1 と呼称は放置されます。SCP-23DE1 には異常性に対する耐性が見られるため、SCP-23DE を一時的に着用させていますが、SCP-23DE1 自身は SCP-23DE 着用を拒絶しています。インタビューログ23/12/2000。年6月3日。インタビュー担当者、シュタイン博士。おはようございます、SCP-23DE1。どうも。今日の調子はどうですか？私はいつになったら帰れるんですか？残念ながら、それはあのコンタクトレンズの幻覚の原因がわかるまではできませんね。私には、あの雲が幻覚なのか現実のものなのか、それはわかりません。しかし。はい。私にはあれが幻覚だとは思えません。何を言っているのですか？私にもあなたにも、雲などついてないでしょう。いいえ、雲はいます。あなたには見えないのです。あなたが言うに、雲が見えなくしているのだと。私はそう思ってます。あなたのレンズからはどのように雲が見えているんです？レンズが同一のイメージを作成して幻覚のように見せているのではないんですか？私が開発したのは、保菌者やアレルギー患者への処方として自動的に患者を脳に適応した細菌などを検出するレンズです。しかし、雲だけを徹底的に検出する機能もそういう計画すらもなかったんです。落ち着いてください。メンインブラックみたいな組織に交流されたと少々神経質になってまして、それゆえ会話もあまりままならないんです。少し熱くなってしまいました。すみません。問題ありません。では、雲というのは視覚的な補正の関係によりレンズで作成される錯覚みたいなものではないのですか？多分雲はいつも我々の近くにいます。そして、おそらくレンズは雲のカモフラージュを破るんです。どういう理屈なのか、私にはわかりませんがね。しかし、あなたはまだその理論を立証することはできませんし、それよりも、多くの人間が小さな雲数千匹を移動させるための存在であると認めなければなりませんよ。我々は知らず知らずのうちに、周囲の細菌数十億匹を運んでいます。
そして我々は雲に気づく、これまた知らず知らずのうちにあったのだと。あなたは一体何を言っているんでしょうか。以前、ここに交流される前、私は少しばかり人を訪ねて雲を観察しました。あなた、私が何に気づいたか知ってます。かゆいところが被ってるんですよ。雲のいる場所と正確にね。そんなはずがないでしょう。本当に？あなた、鼻の右のところ、かゆいでしょう。インタビューを終了。私はこれで失礼します。